ってあれ全部埋め立ての人工島じゃないですか。カキクケコ液状化しないというあの土が必要になってくるわけで、カキクケコ須賀島 の、土というのをさしそう、そういうことをセントリア作る際に埋め立てに利用しているっていうところになります。あと寄生虫のあたりの山とかね、そういったものも利用して、まあ、セントリアの方というのは、まあ、あの人工島、ね、が完成しているということになりますし、まあ、本当に削ってるからよくわかりますね。まあ、この辺りの島っていうのは全部画面越しに笑っちゃいますもん、はい、あの属してるわけですけれどもね。で、あの遠くに見えるね、あの有名なあと形のいいね、あの上島ね、三島ね幸男の主催で、はい、有名になりました。上島とかね、ほんとちょっと行くとね、島々の眺めがいいところですね。今日ホテルからも遠くにね、伊良湖岬とか、まあ、の見えてたはずなんですけれどもね、渥美半島がねもうこの辺りは本当に、船も、イサンフェリーも、出てますけども、昨日乗り場のところちょうど過ぎてきましたけど、で渥美半島ってあの実はの俳優にね、男は知らんの渥美清という俳優さんがいますけど、皆さんね、トラさんご存知だと思います。あのちょっと意外と体が弱かったんですね。で、あの渥美半島のあの清らかなあの空気ね、自然に憧れて、で渥美清っていう芸名をつけられたそうですよ、うん。真正面ないでね。また水族館の前も通ってきますけど。